よろしくお願いします。どうもいやあなるほどね、想像以上の客層でございますが、本当にね、庄司恵子先生のですね、60周年ということ で、おめでとうございます。おめでとうございます。60年ってすごいことですよ、これ、ね、サンプラザでね、こうやって満員のお客さんで、うん、こうやってね、興行できるというのは素晴らしいことですよ。本当ですよね、はい、うん、もうだから今日が60周年なわけですね、はい、10年後の70周年、うん、もう師匠予約してましたからねサンプラザ 2days やりましょう、 2days と、これぜひね、うん、あのやり遂げてほしいですね。もうこのメンバーでね、同じメンバーで皆さんもあと10年しっかり頑張ってね、どこ行かれてたんですかあ、トイレ、あ、ごめんなさい、一番前からねなんか花束でも持ってきてくれたのかな、なんかあんのかなって普通にこうやってそうですね、殴られるのかと思います。まあ何がね、我々と庄司先生のね、こう何がつなげてるかっていうと、やっぱり定規さんの油揚げですよ、うん、もう本当に最高ですよ、うん、もう必ず僕はね、行くんです、毎年数回、うん、で揚げたてをいただくっていうね、うん、もう本当に美味しい、うん、で庄司先生はですね、うん、その油揚げを煮物にして、うん、必ず僕らのイベントなんか持ってきてくれるんです、うん、差し入れでね、僕らの単独ライブにも必ず恵子先生が来て、うん、これ食べなねっつって、うん、すぐなくなっちゃいますから、ね、すぐなくなって美味しくて食べるから、うん、すごく上手に作ってください。今日もこの自分のコンサートなのに昨日の夜一生懸命作ってくださって、うん、ほんで持ってきてくださってね、うん、ありがたい話です本当に、はい、まあ今日はですね、うん、庄司恵子先生の60周年、はい、記念講座のところでございます、はい、ちょっと庄司恵子先生呼びましょうかね、せっかくなんでね、ね、恵子、はい、先生、あら、モリルモリルモリル行ってきてください。じゃあここトイレじゃないですよ本当にもう庄司恵子さんです。あら、どうもどうもね、どうもありがとうございます。本当にね、いつもありがとうございます先生。こちらこそ、いや皆さんの大笑いでね、一緒になって笑っちゃったわよ。ありがとうございます、今日も美味しい油揚げを作ってきていただきました、もうありがとうございます。昨日から一生懸命夕べかけて ね食べてもらいたいと思ってね、ありがとうございます、ね、煮てきたのすごい美味しいやつね、夜はね、しっかりボンヤリーヌも見ていただいてありがとうございます。昨日の夜も、ね、夜中にね、目覚めてビリリーンとかけておいてね、何ですか、目覚ましあ、目覚まし目覚ましビリリーンって言うんですビリリーンってかけてね、はい、起こしてね、見たの。あら、ありがとうございます、夜にやってますからね、ぼんやりのテレビが。そうなんです、夜中だもん、夜中、そんなに夜中でもないですよ、12時20分ですから。ほとんど夜中なのよ、私にすると10時になると寝っから。あ、早いですね、10時に寝るんですか。だっちゃん何時に起きるんですか。4時ぐらいに。早い4時、やっぱり年の早いから。なるほど、あー、なるほど、やっぱり、ね、あの年齢こうずっといくとね、寝てらんないの寝るのにも体力いるって言いますからね。そう、早めに寝て、はい、早く起きるっつうか、そのままこう返せばよね、12時に寝て6時に起きるとかできないですか、その2時間。あ、そっかそれやってみるんで ね今度やってください、ぜひいや、まあ、せっかくですから、はいはい、庄司恵子先生と、なんかショートコントでも、あ、やりましょうか、コラボね。ショートコント、ショートコント、さっきのモレル、モレルやりたいですか、ね、あれコントじゃなくてリアルですから、あれあれややこしいんでね、あれは、はい、じゃあ僕と富澤で一回見本を見せるんで、はい、で恵子先生が、まあ、僕のパートなのか富澤のパートなのか、ちょっと選んでもらっていいですか。はい、わかりました。いいですか、ええ、これあのリハーサルでも全くやってなかったやつですからね、はい、そうだよ、そうですよ、何回聞いてもね、全然ね、教えてくんないんだもんその方が面白いでしょ、だってね、庄司さん、本当、本当に本当に面白いんだったらいいんだけどさね、面白いさ、ね、ちょっとじゃあやってみますか。こんなに訛ってる人いないですからね、はい、え、舞台に立つ人でこんなに訛ってる人本当いないですよいや本当に一番面白いですよ、本当に嬉しいこと、面白いっすよだって標準語だと思ってんの私。まさかですよ、こっちは、標準語だよね。標準語じゃないよ、標準語だっちゃとか言わないですよ標準、庄司恵子の標準語、あ、庄司恵子先生の標準語、ね、だったら言うわけでしょ。ずっとだったらいいですね、でそのように、このままだとみんなトイレ行っちゃうんで早くやりましょう。あ、わかりました
みんな我慢してトイレ大渋滞、はい、じゃあ富澤とちょっとやってみます、はい、先生こっからちょっと見てて、はい、わかりました、ちょっと邪魔なんだよ、はい、邪魔なんだよ、ね、はい、誰が邪魔なんだよ。じゃあ行きましょう、はい、あ、見てないとダメ、見ててください、見ててください、はい、どっちやりたいかね、行、うん、きましょう、ショートコント、ラーメン、いや、トミコお腹すいたね、うん、どうする、何食べる、私ミキヨと一緒でいいよ、一緒でいいのか、うん、この店はラーメンがうまいんだ、そうなんだ、ラーメンでいいか、うん、すいません、ラーメン2つ、私もそれで4つ来ちゃうぜこれです、どっちやりましょう、どっちやりたい、富澤さん、俺の方でいいですか、うん、あ、僕と一緒にやるってこと、うん、そうなんです、じゃあもう分かったんですか、分かったよすごいですね、分かったんですか、うん、すげえ、だ記憶力とかすごいですよね、さっきのこの、あの出演者の名前も全部ちゃんと覚えてるし、忘れ、間違ったの間違ったんですか、そうなの、でも言えばもうこっちのもんですからね、うん、全然違う名前を一人ずつ言っててもね、分かんないわけ、まあ、まあそれ分かんない、でもちゃんと言ったよ、あ、本当ですか、うん、すごいですわ、そういうの、あら、早く言わないと忘れる、やりましょう、じゃあやりましょう、やりましょう、もうそうですね、早く言わないと分かんない、なんでっきり、なんだっけな、大丈夫です、やれば大丈夫です、やってみればいい、はい、と一回ね、一回やってみましょう、はいはい、行きましょう、よろしくお願いしますお願いします、もっと近づくね、真ん中近い、はいはいはい、熱波って、熱波って言わないとね、あの熱波ってっていうのも標準語じゃありませんからね、はい、熱波数とか言いますけど、仙台の人はそうなの、うん、標準語だから、しっぱたくとかね、しっぱたく肌着づけるとかね、肌着づける、肌着づけるなんて分かる人いませんからね日本中探しても、そう、はたくだけじゃない、つけるわけ、肌着づけるわけですどこにつけんだっつって、肌着づけるわけですから、行きましょう、もう覚えてます、ちゃんと大丈夫ですね、ラーメン、いや結構お腹すいたね、はい、すいたねこの店はね、ラーメンがうまいんだよ、おー食いたい、ラーメンでいいかいいいよ、うん、すいません、ラーメン2つ、私もこれでいいこれで私もこれで、いやごめんなさい今俺のミスだわ、お前が今突っ込まなきゃいけない、突っ込まないといけなかったですけど、はい、これでって言われると思わなかったで、何て言うんだっけ、私もこれで、いや大丈夫です、あった今いいんです、だからいいよね、はい、結構先生の方言に僕がついていけなかった、これられだと思った、思った私も吠えでってね、じゃあでも完璧で す, ですこれは OK です、ありがとうございます、じゃあ続く2つ目、はい、もう一個もう一個いく、はい、ね、サンドウィッチマンショートコント、野生の王国、いや暇だな、テレビでも見ようか、ピッ、お野生の王国だ、お、これ見よう、ライオンが鹿を狙っています、もう鹿危ねえな、おい、鹿はまだライオンの存在に気づいていません、おい気づけ、ライオンがいい、ライオンが、ライオンは背後から一気に襲いかかります、逃げろ鹿逃げろ、鋭い牙が鹿の首筋に突き刺されます、あーダメだ鹿死んじゃったよ、鹿はまだライオンの存在に気づいていません、気づけこれでございます、で今度反対、反対でもいいですけど僕のバージョンいきます、なんちゅう顔してるんですか、富澤のセリフ、セリフ、はい、言ってみましょうか、富澤とやりたいのっていいですよ、やってみたいの、じゃあ富澤ってやってみよう、で始めます、はい、ショートコント、あ、野生の王国、さあ皆さんをご案内してテレビを見ましょう、野生の王国、やって始まってたんですね、もうびっくりした、うわ始まってる、始まってるのかな、もう野生、始まっとるわお前、タイトル言われるか喋ってるのかな、あ、なん、タイトルあった、野生の王国、野生の王国言ったよ、言ったね、言いました、言った、言った、お前聞いとけよ、お前、野生の王国、はい、それではチャンネル×ちょっと待ってください、すいません、テレビが古すぎますテレビが古いんですよ、ちょっとテレビが古すぎますわ、チャンネルつけバツバツ最近はピーとかね、ガチャっていうのもないですから今あ、そうバスっても音しないしちょっとテレビがね、古すぎますわ、あら、古い、リモコンでピーですから今、だってもう古いんだもの、いやだけど、うん、今だってガチャガチャのね、テレビ持ってないでしょ、あ、そうだ、ね、リモコン、そうです、そうです、リモコンでいきましょう、パツパツパツ、ね、ああパツパツって音もありませんけど、すいません音でびっくりしちゃった、はい、終わったのは、終わってないですよ終わってないですよ、あ、そう、まだ始まってなかった、野生の王国、野生の王国、言ってください、はいはい、あ、ライオン来ました、ライオンが、それ俺のセリフなんですライオン来るのは俺のセリフなんです、あ、そうなの、はい、ライオン来てる、こっちはテレビ見てる方ですから、あ、そうですか、はい、わかります、はい、テレビ見てる方が、あ、ライオン来ました、ライオン来ましたって言わないんですよ、そうそう、なんて言えばいいの、
なんて言ったっけ、テレビでも見ようかなっつって、テレビ見ようかな、ピ、お、野生の王国だ、ね、もうそれです、ね、はい、あー、テレビ見ようかな、ピ、あら、野生の王国だ、ライオンが鹿を狙っています。いや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 、キョロ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 されても、あのライオンが鹿を狙っています。あ、鹿危ねえな、あ、そうですね、感想を言う、そうそうね、あ、鹿危ねえな。鹿はまだライオンの存在に気づいていません。あら、カリッピッチャはダメ。カレッペッチャは、いや間違いではないですよ、もう分からないです、間違いではない、意味が、そう、もう意味がごめんなさい、分からないです、もう仙台が20年離れてるから、みんな分かるよね。カレッペッチャはいやいやいや、カレッペッチャは何ですか、カレッペッチャは、クワレッペッ、あ、クワレッペッチャは、うん、あ、ライオンにスカが食われんのよ、だから、あ、カレッピッチャワーとかな。すいません、ちょっと我々全国区なもんで、本当になかなか。でもやっぱり仙台のことを忘れないようにしてもらわないと。もちろんです、もちろんです、仙台のことね、忘れちゃいけません。ただ我々がカレッピッチャワーとか言ってたら今度どっかで言ってほしいよね。そうですね、でも僕らがそれテレビでやったらテロップ入れないといけないです。あね、ね、それはあ、面白い、カレッペッチャ、ゲロッパ、ゲロッパじゃない、ゲロップ、ゲロッパって何ですか、ゲロッパってあの葉っぱ、ゲロッパ、葉っぱ出されてもわけわかんないですよ。テロップね、あれはテロップ、テロップ、字幕、字幕、あ、字幕ね、そうそう、はい、カレッペッチャワっていうね、カレッペッチャワ、そうそうそう、カレッペッチャワっていう字幕入りませんよ。一緒ですから、それ食べられてしまうかもしれないとかね、あ、そうだ、めんどくせえね、めんどくさいですよ本当に、ね、外国の映画と一緒に、ね、大変なんですよこれが。行きましょう、もう一回最初から、最初から、わけわかんない、最初からじゃあすみません、これバチッと決めて終わりましょう。バチッと決めて、わけわかんなかったです、最初から行きましょう、これ一発決めましょう、はい、わかりました、はい、なんだっけね、野生の王国、忘れた、野生の王国、野生のテレビにピーつけて、はい、野生の王国だ、はい、はい、さあテレビをかけてな、ドリアあら、野生の王国やってんだっちゃ。ライオンが鹿を狙っています。あら、ライオンが鹿の存在わがんねんの鹿ってな。違う、それ俺のセリフなんですよ。次の俺のセリフです。それ言っちゃうと、うん、俺な、言うことなくなっちゃうんです。それ言っちゃうと、そうそうそう、なんて言うんだっけ、それ先生が言っちゃうと、もう後に面白くなくなっちゃうんです。あ、そうなんだ、そうそう、それが、そこが面白いところなんで、面白くするには、そこが面白くするには、ええ、あ、もう一回ごめん先生、も俺もわかんなくなっちゃうテレビかけっからとかね、昔言ってました、まあまあまあ、テレビかけ、ね、はい、テレビかけてとか、テレビつけるでいきましょうかね、つける、つける、はい、暇だな、テレビでも見ようかな、ピ、お、野生の王国だ、で、しばらく黙ってます、はい、ね、なんだっけお前、ライオンが、ライオンが鹿を狙ってます、お、鹿危ないね、鹿危ない、鹿危ない、はい、で、もう一回やりますよ、富澤と、もう一回やりますから、俺らも分かんなくなる、俺らも分かんなくなる、あ、そう、あら、ごめんなさい、すいません、僕らも分かんなかったです、野生の王国、いや、暇だな、テレビでも見ようかな、お、野生の王国だ、これ見よう、うん、ライオンが鹿を狙っています、もう鹿危ないな、おい、鹿はまだライオンの存在に気づいています、おい、気づけ、ライオンがいる、ライオンが、ライオンは背後から一気に襲いかかります、逃げろ、鹿逃げろ、鋭い牙が鹿の首筋に突き刺さります、あー、ダメだ、鹿死んじゃったよ、鹿はまだライオンの存在に気づいています、いや、気づけ、これです、これです、これです、はあ、簡単そうに難しいね、覚えてるうちに行きましょう、今のうち、今覚えてるうちに、はい、行きましょう、はい、はい、あ、なんだか島だな、ドリア、テレビでも見っかな、で、お、野生の王国やってる、お、ライオンが鹿を狙っています、鹿、鹿、逃げろ、あ、違ったねオッケーオッケー、まあまあまあ、意味は一緒です、はい、鹿はまだライオンの存在に気づいていません、なして気づかねえのそうですね、確かに、確かにそうです、なして気づかねえ、その通りです、いいでしょう、続行、はい、どうぞ、ライオンは背後から一気に襲いかかります、あ、鹿がライオンの存在まだ気づかねえの、違う、それ僕の最後の
それ僕の最後です。それオチなんですよ。あ、ごめん。それがオチなんで、こっちで言っちゃうともう富澤セリフなくなっちゃった。はい。なんだっけ？疾患が何ですか？いや、これのどこがショートコントなんだよ。めっちゃ長いわ。これ長いな。本当。じゃあハイジャックやりましょう。ハイジャック、はい。ハイジャック見てました？じゃあ知らない。いや、もうほんの5分前にやったんですよ、ハイジャック。なんだっけ？あ、そっか。先生あっちだからね。じゃあハイジャックや。じゃあハイジャック。はい、僕と一回止めちゃってやりますか。はい。はい、行きましょう。すいません。いいっすね。ハイジャック。はい、ミキーよ。ハイジャック。これだけです。あ、これだと。これ行きましょう。はい、ありがとうございます。誰とやるの？ あ、俺と。行きましょう。ハイジャック。はい、ハイジャック。違う。まさか。腰言わすわ。なんで一人で終わらせるんですか。ハイジャックって言ったよね。言ったよね。違う。はい、ハイジャックって何ですか。違った。ああ、ダメだ。面白すぎる。どうしよう。じゃあ、はい、ミキオ。はい、ミキオ、ハイジャック。あ、ミキオつまなくてねえの。そうしないとわけわかんないです。家とんでもないです。はい。行きますか、じゃあもう一回ね。はい。ハイジャック。はい、ミキオ。ハイジャック。おっしゃ。え、盛大な拍手を、盛大な拍手をお送りください。大丈夫だったの？大丈夫です、大丈夫です、完璧です。完璧でございます。ありがとうございます。素晴らしい。なんかこのノリでいけんじゃない、野生の王国。行きます、行きます、行きましょう。行けっかもしれない、はい、今のまま、はい、行きましょう、行きましょう、行きましょう、はい、ラストチャンス。あー、退屈だ。テレビでもつけっかなって。あ、野生の王国やってた。おい、ライオンが鹿を狙っています。ライオンは鹿、危ね。お、いい、いい。鹿はまだライオンの存在に気づいていません。あら、鹿、食われピッチャー。もう間違ったね、間違ったね。いい、大丈夫、大丈夫、大丈夫。ライオンは背後から一気に襲いかかります。まだ気づかねえの？鋭い牙が鹿の首筋に突き刺さります。あ、鹿死んじゃった。あらら、鹿すんでしまったわ。鹿はまだライオンの存在に気づいていません。気づけよ。地図がねえと分かんねえのよ。いや、そんな長いツッコミされてる。まだ続くみたいなやり方。ああ、そっか。いや、でも素晴らしいですね。素晴らしい。これはありがとうございます。素晴らしかったです。ごめんね。いやいやいや、もう何よりです。本当に無茶なこと言ってごめんなさい。いやいや、なんか想像してた通りでした。教えなくてよかったと思います。本当にここが一番盛り上がるだろうと僕も思いました、はい、完璧です、はい、あ、どうもね、皆さん。いや、皆さん素晴らしい。ありがとうございます。わ、嬉しい、ね、なんか感動してます、はい、いや、こっちも感動ですよ、はい、本当に。だって夢みたいなんだもん。いや、夢じゃないですよ、これは。みんな来たいと思うでしょ、ここに。どういうことですか、ね、だってどういうことですか。サンドさんのお二人のところに挟まったらさ、はい、でショートコントやったら、うん、僕らがたまんないですよ、そんなの。あ、そう。じゃあもうちょっと、ね、俺らも熱波ろ、ほら。熱波って。もうね、僕らの写真撮って、写真撮って。僕らのは時間もだいぶオーバーしてますんで。あららら、ごめんなさい。ちょっとじゃあ写真撮りたい方撮っていただいて。これ誰が撮ってるんですか、これ。なければ誰か撮ってる、はい、誰か撮ってるのかな、はい、カメラ向きでいいから、はい、あっちね、あの、うん、でっかい写真、はい、でっかい写真、写真ですから、写真、はい、写真じゃないです、写真ですからね。あ、ニコニコ、あ、ズンダモズモズ。やっぱりガラケーの人が多いですね。そうですね。いいですね。ありがとうございます、はい、この後はお金もらわなくてねえからね。さあ、ということで、はい、今から、皆さん休憩でございます、はい、念願の休憩でございます。思う存分お小水をね出してください。お疲れ様、はい、はい、どうも皆さんありがとうございました。どうもありがとうございました。